お疲れ様ですまあ愛情があればお金はいらないとも言いますし愛情よりもお金がなくちゃねっていうところもありますしまあどっちがなくてはいけないとも思えないですねどっちがなくちゃいけないとかちょっとこれは複雑な問題だと思いますけども私結論としては両方必要ででしょってことなんですよ人間が生きるのに空気や水が必要なようにどっちかが欠けたらダメなことってあると思うんですよね。 でえー、愛情とかお金っていうのはまあ一体化している部分もあって切り離せないもんかなと思いますだってねやっぱ愛情があれば自分の持ってるお金をその人に使おうとも思いますしそれからお金があったらね愛情を表現できるしってことですよねじゃあお金一切ありません愛情はあふれてますコンビニ買い物行きました何も買えませんね愛情があるんでこの商品タダでくださいって通用しますかね うん、やっぱ愛情ってその人と人との相対関係にありますからじゃあ近所の仲いいねおばちゃんのとこ行ってお腹空すいたって言ったらご飯でも食べていきなってただで詳しくくれますよでも普段ねそういった人間関係気づいてない飲食店とか行ってお腹空すいたおばちゃんとか言ってもああお金がない人はちょっとごめんねうちも商売だからって真っ当なこと言われて終わりじゃないですかですんで人間と人間の間にどんな関係があるかってことじゃないですか で今さっきね定食屋の例出しましたけどもさすがにねその辺で倒れてる雪だおりの人がいてねお腹空いて死にそうだって言った時にお金がない人を食わしてあげられないよっていう人はこれまたいないんですよだから愛情っていろんな形で姿を変えていきますから、うん、だからやっぱりね両方を切り離して論じることはできないかなと思いますよね、うん、もちろん生活背景とか国の背景によってこのお金が大事愛情が大事って変わってきますよ うん、で今でも国境なき医師団って,ってじゃあ儲かるからやってるんですかってことじゃないですかそうじゃないんじゃないですかねあれは本当に目の前の人を救いたいいや目の前に人がいなくても困った人がいるんだったらそこに行って医療が整ってないところに自分たちの存在意義をね、えー、そこで発揮したいとかいろいろあるんじゃないですかねだかそれをいちいちそこに関わってない人が指さしてバカなことやってらとかね ににもならなななならいいいのの何やってんのみたいなねううことはないかなとはか思うんですよね、うん、まあでも今,日今回ね愛媛大学のナミさんがあの愛情のことについてお話しされてましたけども確かにそうだなと、うん、やっぱり私たちは人間ですから、うん、金稼ぎも大事なんですけどもその根底にはね何かをしたい誰かに貢献したいっていう愛情があると思うんですよ。で仕事に遅れずに行くのも行かなければ怒られるっていうのもあるけども行かなければ誰かに迷惑がかかるとかね自分がサボった分 割を食うう人がいると思うからやっぱり、えー、そこに職場にいる同僚や上司もねできれば自分の仲間が嫌な目に遭うよりもよかったねっていうふうになってほしいからいろんな救済措置とかがあったりねかばったりとかあると思うんですよ上司だってね別に憎くてね部下をね叩いたりとかねいやあのいろいろ怒ったりしてるわけじゃなくって結局は組織を守り従業員皆さんを守るために仕方がない役割を演じてるところもあるんですよね まあ中にはね、個人的なストレス発散のために怒るやつもいるかもしれませんけども、うん。でもね、その上司だってね、ストレス溜まりますよ。上司には上司がいるわけですから。で、あとね、部下との疎通もうまくいかない。できれば、部下や後輩に尊敬されて慕われる上司としての役割を全うしたいですよ。でも、そうならないことにストレスを感じてしまうのも、これまたしょうがないわけですよ、うん。会社では人がね、憎しみあってお金を作ってますよ。 そうじゃない形もできるはずなんですけどもじゃあ会社でお金をみんなで儲けようと思ったら同僚に対する愛情先輩上司に対する愛情部下後輩に対する愛情お客様に対する愛情商品や経営者とかね創業者に対する愛情愛情で囲めばお金はできるんじゃないかなと思いますけどもまだまだ甘いですかねはいそれじゃあ本日は以上でございます